結論から言えばゴルフクラブはその特性で右回りを維持してグリップエンドを引き続ければほとんどオートマチックにボールが打てる状況になると。こんにちは。タスクゴルフチャンネルのタスクです。水木です。この番組ではゴルフサイエンス番組というコンセプトでゴルフプロ、レッスンプロ、最速で上達したい全てのアマチュアの方に役立つ情報をお届けしています。今回はゴルフクラブの右回り特性です。ゴルフクラブの偏重心特性をずっと話してますけど、はい、こういう形で見た時にですね、これね、こういう形で見たときにシャフト軸に対してクラブの重心っていうのは少しずれてるんですよ、この方に、うん、それなぜかというとこのゴルフクラブのヘッドですよね。このヘッドの鉄のこの大きな塊がシャフトにつながっていて、で必ずこっち側にが重いんですよ、うん、なので重心は必ずこの、横に存在するので、うん、シャフト軸の上にないじゃないですか、うんうん、だからもう何もしなくてもゴルフクラブっていうのはこうやって倒れていくんですよ、右に、うん、要するにプレイヤーから見て右回り、うん、時計回りというのにこう落ちていくっていうのがこれ自然の動きなんですね、うん、なのでゴルフクラブの元々の行きたい方向というのはですね、こうして右に倒れてこういうことなんですよ。これがゴルフクラブのその動かし方の基本になります。右回りの特性を生かすとしたらこういう動かし方、うん、でもスイングはね、あ、そうそう、一回こうバックスイングこうやって打ってる人いる見たことない、いないよね、こうやって。でもゴルフクラブはですね、実際はこうやって動きたがってるんですよ。でも実際はそういうふうに打ってる人いないじゃないですか。いない。それはやはりそのゴルフクラブ、あのゴルフのスイングってアドレスから始まって、うん、テイクバックをして、そしてこうダウンに入っていくわけでしょ、うんうん、そのアドレスからテイクバックのポジションが右回りと、いわゆるこう単純にこうやって回転させる、要するにこうやって打ってれば、うん、もうずっとナイスショットが打てる感じがあるじゃないですか、うんうん、その時にはグリップエンドを引き続けてるって言って、言ったじゃないですか、はい、この引き続ける方向はフォースなんですよね、うん、こうやって引いてる、うん、あの紐をこうやって引っ張ってこうやって引いてる、ね、うん、これって何フォース？ガンマ。当たりです。ガンマ。珍しいですね。ネガティブ。ネガティブガンマフォース。そう。要するにグリップエンド方向にネガティブガンマフォースをかけて、うん、ゴルフクラブの行きたい方向を阻害しなければこうやって常にナイスショットが打てるっていう形になるわけ。うん、これが自然なゴルフクラブの行きたい方向なんですよね。うん、それに対して実際のスイングでは、テイクバックをしますと、はい、でも実際はですね、テイクバックをします、そしてクラブのこのグリップエンドを引き続けるっていうのはこういうことなんですよね、うんうん、引き続けて引き続ければこれで右回りしてるんですよね。こういうクラブの使い方をしなきゃいけないっていうことなんですよ。でこれがこういう右回りのここのここから下ですね、ここですね、うん、この右回りの部分がここで起こせるっていうことなんですよ、うん、これはそのテイクバックからその右回りの特性を殺さないでテイクバックをしていけばそういう右回りっていうのは起こるわけですよね、うん、その右回りを起こす最大のポイントがゴルフクラブのこのグリップエンドを引くっていう、ネガティブガンマフォースっていうフォースの存在なんですね。結論から言えばそのゴルフクラブはその特性で右回りをですね、維持してグリップエンドを引き続ければほとんどオートマチックにボールが打てる状況になるということが真実なんですよ。でこれはですね、実際は結構難しい話で、ゴルフクラブにはそれぞれ個性があるので、グリップエンドね、うん、引いてるだけでゴルフクラブヘッドが、ボールに自動的に向かうのかって言ったら、そこまで単純な話じゃないんだけど、ただそういう中でそれぞれ の個々のプレイヤーは実はそのこのキネティックス、ここのグリップポイントの中でですね、結構そのゴルフクラブを操作するということをしてるんですね、うん、
これがまたあのグリップエンドを引くということ以外のフォースとかトルクを実際入れてるわけなんですよ。なのでゴルフクラブってそうグリップエンド方向を引いて引いて戻してくれば、うん、実際はよく今あのそのシャローをアウトしなさいみたいな言うじゃん。 それも全部自然に起こるんですよ、うん、それはゴルフクラブの特性なんですよ、うん、見て、ただそれだからといって芯を捉えてボールを当てられるわけではなくて、やはりゴルフのスイングの中の途中で適切な、例えばこの辺からね、例えばこの辺からであれば少しシャフトをしていくような形 の、うんうん、あのまあフォースを入れなければいけないし、うん、でフォースを入れると少しクラブが遅れてくるので、こういうトルクをこの部分でね、これアルファトルクっていう、このトルクを入れていかなきゃいけないっていう実際は現実もあります。なので、非常に複雑なことをこのグリップポイントでやってるっていうことです。これのジェイコブ 3D では全部その計測されて出てくるということなんですよ。なのでお使いになってるゴルフクラブの結構特性によってもその扱い方って変わるんですよ。だから、あの人によってはその引き続けるって意味が分かりませんっていう、まあ、そういうのご質問も結構あるんですけど、あの本当にその通り、あの例えばこれもですね、すごいご質問としては答えにくいのは、お使いになっているクラブによっても違うっていうこともあるんですよ。シャフトってこと？そう、シャフト、本当にそうなんですよ。そのシャフトが柔らかいクラブと硬いクラブでは引く感覚も全く変わってくるっていうことなんですよね、なのでこのあたりはですね、そのクラブをちょっとご説明する回でですね、もう少し詳細を、あの説明したいと思います。皆さんご視聴ありがとうございます、タスクゴルフではゴルフサイエンス、ジェイコブ 3D のですね情報について公式 LINE でですね情報発信をいたしますので、ご登録いただければと思います。で今回のまとめは、ゴルフクラブの右回り特性だったんですけども、やっぱテイクバックがある分こうちょっと右回り特性っていうのが、あ、そうですね、伝わりづらかったんですけど、そこは確かにね、あの分かんないっておっしゃる方いっぱいいるんですよ。あのただ本当にあのゴルフクラブって単純で、あの右回り特性ってこういうことで、これ回転してます、それで回転に対して人が回転するとゴルフのスイングになるじゃない、でも実際はこのアドレスポイントから始まるから、どうしてもこういう中のここの部分まではこうやってテイクバックしていかなきゃいけないってことじゃないですか。ただ実際はゴルフクラブってのはその特性でこのグリップエンド方向に引いていけばこの部分でこう右回りするってことですね。あ、だからゴルフクラブの特性を殺さないテイクバックをすれば自然と右回りしてくる。これはそうそう、これはまたね、まあ、今回の話すごい大変なんで、あのいつか、まあ、もうちょっと詳細をあの話しますけど、まあ、そういう特性を生かしながらテイクバックするっていうことが大切ってことですね、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いします。